ですね、作ってイカ焼きというゲームをねやっていきたいと思います。はい、こちらのゲームはですね、まあやったことはないんですけど、多分ねイカ焼きを作るっていうゲームだと思います。はい、私はですね、もうスルメインワンダーランドということで、もうイカとしてね、はい、やらせていただいておりますので、もうこのゲームを知った時からもうこれはやらなきゃとイカとしてのね使命感に駆られておりました。はい、なのでもうイカ焼きを、美味しいイカ焼きをねもう作りまくってあげたいなと思います。はい、まあただね、まあイカとして、まあ同じ同胞たちをね、まあ焼いていくというのはちょっとどうなんだという、まあちょっとね、あの複雑な心境ではあるんですけれども、まあでも逆にね、そう、同胞だからこそ美味しく焼いてあげたいなと思っておりますので、バンバンイカ焼き作っていきましょう。まあスルメとねイカはまあちょっと違うっちゃ違うんですけど、やっていきたいと思います。一人でやっていきましょう。あ、チュートリアルは大事だね、やりましょう。なんかね、敵の強さとかも設定できたので普通にしてみました。とりあえずね、チュートリアルへようこそ。あ、いいですね、屋台って感じする。はいはい、今からイカ焼きの作り方を説明するね。まずは鉄板にイカを置いてみよう。鉄板は手前から順に早く焼けるようだって。あ、なるほどね、場所によって焼きが違うと。今回は真ん中を使ってみようだって。スティックを空いてるところを選んで A を押すとイカを置けるよ。一列すべてにイカを置いてみよう。了解了解。わあ、イカだー。いいですね、いかにもな屋台ですね、うまくできたね。次はイカに切り込みを入れてみよう。焼けて煙が出たら完全に火が通る前にスティックでイカを選んで A を押して裏返そう。すべてのイカを裏返したら切り込みを入れよう。焼けた焼けた焼けたよ、美味しそう。はいはい、で、あ、これだ、切り込み。わーめちゃめちゃ美味しそうなんですけど、いい感じですねこれは。その調子、次はイカに串を刺してみよう。あ、なるほど、あ、これだ。はい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 、あ、で、これ串刺しね。わー、いいね、素晴らしい。バッチリだね。次はイカにタレを塗ってみよう。焼けて煙が出たら焦げちゃう前にイカを裏返そう。あ、焼けた焼けた。あ、一旦裏返さないといけないのか。裏返して、はい、そして焼きますよね、タレを塗ります。え、めちゃめちゃ美味しそうなんですけど。いや、私イカ焼きもめっちゃ好きだからね。いい感じ。最後はパック詰めをしてみよう。あ、パック詰めするんだ。イカ焼きができて光ったらパック詰めのタイミングなんだって。スティックでイカ焼きを選んで X を押すとパック詰めできるよ。焼けてすぐにパック詰めすると高スコアなんだって。逆に時間が経つと焦げちゃうから気をつけて。あ、来た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 。はい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 、あー、はい、 OK、 上手にイカ焼きができたね。いいでしょうかこれで。あ、パーフェクトだとプラス70、グッドだ、ちょっと焦げちゃうとプラス50。あ、なるほどね、もう焦げすぎたりとか生だとマイナス10なんですね。オッケーオッケー。イカの上手な焼き方、目指せイカ焼き達人。鉄板にイカを置く、焼けたら裏返して切り込みを入れる、焼けたら裏返して串刺す、タレ塗る、キラキラしたらパック詰め。なるほどね。でもちょっと操作シスター欲しいな。あ、で、焼けるスピードが手前の方が早いということで、手前を使っていった方がいいということでございますね。はいはい、じゃあ本番いきます。あ、なんだ、スコアアタック対戦ランキングっていうのがあるんですが、とりあえず普通のやつかな。スコアアタックでいきましょう。あ、すごいすごい。え、なんかいいですね、なんか屋台ってちょっとさ夢じゃない。始まった。よし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 。ちょっとこういうさ、なんかお祭りで屋台やるみたいなのってさ、ちょっとなんか夢じゃないですか。なのでなんかこうやってさ、イカ焼きいいですね。あ、待って待って、これ裏返さないといけないんじゃない。あれ、意外と早い、意外と早いぞこれ。はい、オッケーオッケー、よし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 。あー、焼けてる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 。あれ、これ意外と忙しいかも。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、待って待って、切り込み入れるよ、切り込みを入れていく。え、待って待って待って、結構これ忙しいかもしれない。思ったより早い。あ、待って、焦げちゃうかも、この子焦げちゃう。あ、焦げちゃい
これ、ちょっと待って、ちょっと待って、串刺して、ちょっとこれいっぱいやっちゃダメだ、いっぱいやっちゃダメだねこれね。上のやつだけでも、上のやつだけでも、上のやつだけでも完成させましょう。マジやばない、え、マジでやばい、マジでやばい。待って、あ、グッド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 、オッケー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 、これはこれ耐えれぬって、はい、オッケーオッケー。これさ、やだな、どうしよう、あ、焦げちゃってんだよな。あ、待って待って、間違えちゃった。え、これちょっと下のやつどうしたらいいんだろう、もう仕方でいいんかな。下のやつをパック詰めしちゃうとマイナス点になっちゃうから、ちょっとこれは一旦そのままにしておきましょう。なんかもうふわふわ雑談しながらやる感じのゲームかなって勝手に思ってたんだけど、これ意外と忙しいですね。やばい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 、マジでマジでやばい。よいしょ。いや、イカ焼きの屋台の方は大変なんだなっていうのをね、今ね痛感しておりますね。え、待って待って、焦げてる気がする。ちょっと待って、早く早く、はいはい、串刺して串刺して、ちょっと待って、はい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 、あ、もうこれパック詰めしちゃった方がいい気がするね。やばい、焦げてそう、焦げてるね、焦げてるね、焦げてるよ。あ、やばいやばい、待って待って、はい、あ、勝って、焦げたこの子焦げてる、この子焦げちゃった、やめよう、あと2秒だ、ちょっと無理だな。あー、990ポイントってやばない。素人って、素人だってよ。ちょっと悔しいな。よし、ちょっともう一回やりましょう。もう勝手はね分かったのでやっていきたいと思います。ちょっとね、この真ん中だけ作戦にします。ちょっと私あのキャパオーバーなので、やっぱ素人なので、イカ焼きに関してはちょっとね手が回らないので、この真ん中だけをね焼いていく作戦でねいきたいと思いますね。やっぱこの3と追うものは一とも得ずと言いますか、そうね、あの3以下追うものはそう1以下も得ずなので、ちょっとやっていきたいと思います。だってもうこのさ1列だけでも全然忙しいもんね。もう全然忙しいので、ちょっとこれでやっていこうかな。あ、でもちょっと置いてった方がいいか、さすがに。で、下の段ね、今ちょっと間違えて置いちゃったんですけど、そう、やっぱ下の段は焼けるのが早いので、ちょっとねやっぱ大変だなと思う。あ、よし、オッケーオッケーオッケー、あー、行きたい行きたい、パーフェクト来たー、オッケー、いいですねいいですね、めちゃめちゃいい感じよ、いいよ、よし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 、よいよ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 、もうこれいいんじゃない、もしかしたらもういいんじゃないでしょうか。オッケー、ひっくり返していきましょう。切れ目を入れて、あー、やっぱりほら、ちょっとなんかね、やっぱ調子乗っていっぱいやっていくとちょっと きつくなってきたもんね。ちょっといっぱいやりすぎるとやっぱちょっとね手が回らなくなってくる。え、でもいい感じじゃないか、これいいよね。ちょっと待って、これいいんじゃない、いいんじゃない。え、待って、まだ1分半ぐらいあるし、これはねいけちゃうね、いいよいいよ、あ、グッドだ、よし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 、焼いてこう焼いてこう焼いていこう、よし、いいよいいよいいよ、よし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 、あ、待って、下がやばい、ちょっと待って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 、ちょっと焦げてきちゃってるね、あ、やばい、待って、この子焦げてる、やばい、大丈夫、いけるんか、いけるんか、いけるんか、よし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 、はいはい、出荷、はい出荷、はい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 、あ、いいよいいよいいよ、ちょっと様になってきてるのではないでしょうか、よろしいのでは？ちょっと待って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 、やばい、焦げそう、あ、待って、一個一個一個、はいはいはい、危ない、ちょっと待って待って待って、この子たちも、はい、刺して、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、やっぱ早いね、やっぱ下は本当に早いですね、焼けるのが、はいはいはい、はいと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 、あ、これオッケー、はい出荷、はい出荷、あ、いいよ、いいんじゃない、ちょっとこれうまいんじゃない、ちょっとダメだ、やっぱ下はちょっとやっぱね、下までは手が入りません。あー、ダメだ、待って待って、あれ1390、さっきよりは、あー、素人だー、素人だー、え、ちょっとさ、ランキングを見てみよう、皆さんどのくらいなの。え、ちょっと待って待って待って、1位の達人のお方々5880ポイントだって。嘘でしょ、
じゃん。私はね、2875位だって。低っ。え、待って待って待って。あ、だって称号がさ、あ、2990以下は素人。あ、ってことは、新人になるためには3000ポイントないといけないの。え、きつくない？待って。え、みんなすごすぎるんですけど。はい、ちょっとだけ練習したので、ちょっと対戦してみたいと思います。はい、コンピューターとの戦いだと思うんですけれども、あのね、私このコンピューターの強さ設定みたいなやつで、あの普通にしてるんですよ。あの弱い、普通、強い、超強いという選択の中で私は普通にしてるので、多分みんなそんな強くないはず。え、待って、みんな全員イカ全部に置いてるじゃん。え、待って待って待って、え、なんでその強気なの。みんな焦がしちゃうよ。え、絶対焦がしちゃうよ。みんなだって普通なんだから強さ。え、待って待って、早い早い。え、待って、なんかみんな動き早くない？え、どうなってんのみんな、ちょっと。え、待って待って待って、え、普通ですよ、強さ普通ですよ。これ超強いじゃないですよ。待ってください、待ってください、ちょっと。え、バンバン焼いてない？え、ちょっとみんなバンバン焼いてない？ちょっと待って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 、おかしいって、おかしいっておかしいっておかしいって、ちょっと待って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 。あ、いいねいいね、いいよ。よし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 、あ、いいよいいよいいよ、オッケーオッケー、よし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 、はい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 、待って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 、みんな上手いって。待って、なんでみんなそんな上手いの。ちょっとねえ、ね、絶対イカ焼きの専門学校出てるでしょみんな、もしくはもしくは高校の時イカ焼き部だったみんな。ちょっと私美術部だったからさ、イカ焼きなんてやったことないんですよこっちは。ねえ、強さレベル普通のはずなのに。え、みんなすごいな。え、なんでこんなさ、3段もなんで3段操れるのみんな。私もう2段で手一杯なんですけど。え、2段で手一杯なのに、なんでみんなそんなさ、3段操ってさ、あ、焦げてる焦げてる、ひなたさん焦げてる。やっぱ焦がすよね、やっぱ焦がすよみんな。そんなさ、そんなね、ダメだよこの食品ロスの時代に。ロスしちゃダメよ。よし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 、いけいけいけ、よし、また何秒、3秒、あー、いけ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 、よっしゃ、いいじゃない、どう。え、やったかもしんない。あ、やったー。勝ったが、勝ったが、え、待って待って、こんなに頑張ってやったのに2250ポイントってことは全然まだ素人ですよね。どうなってんじゃこれ。はい、ということでですね、今回は作ってイカ焼きをやってみました。いや、面白かったですね。はい、なんかもっとね、ゆるいゲームかなって思ってたんですけど、意外とね、やること多くて忙しくて、そう、いろんなところにね、目を向けないといけないので、そう、難しいなと思いました。しかも結局ね、素人から抜け出せず。そう、達人のね、方々のイカさばき、え、どんななんだろうと思ってですね、めちゃめちゃ気になりますね。はい、やっぱり私イカなのでね、やっぱ焼かれる側だったのかもしれないですね。はい、ということでこんな感じでゆるっと楽しくゲームしてます。この動画が少しでもいいな、イカ美味しいよねって思ってくださった方はチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いいたします。あと、このイカ焼きゲームやったよって方はね、コメントで何ポイントまで行きましたとか教えていただけたら嬉しいなと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。